こんにちは、丸山です。僕たちの NPO 法人が北杜市の、旧高根清里小学校、これ、2019年の4月で廃校になりまして、そこをですね、この、まあ、いろいろ廃校のね、有効活用ということで北杜市さんの方が募集がありまして、僕たちも、この事業の計画を立てて、借り受けることができました。2019年の10月1日から、10年間、この小学校を借りるんですが、まあ、そこでどんなことをやっていこうというのかというのを、もちろん北杜市さんの方に募集の時に事業計画として提出はしてるんですが、さらにそれを僕の頭の中で整理したいなと思ってまして、こんな動画を作ってます。で、その教室たくさんある中で、この図工室、いわゆる美術室ね、図工室というか、室があるんです。でここには比較的大きいテーブルが 4つだったかなあります。多分、写真がもしこの辺に出ています。図工室の写真がこの辺に出てるかなって、出てるかなっていう場所です。でせっかくなので図工室は図工室として使おうと、つまりものづくりの場所として使っていきたいな。として作っていきたいなと今思っていて、まあ今風です。今風なのでいわゆる 3D プリンターとかプリンターとかレーザー加工機とか、本当はレーザーカッターとか書きたいんですけど、ね、とりあえずレーザー加工機と書いてみます。カッティングだけじゃないので、まあそれ以外にも何かその工作というのを考えています。まあ、施設全体にもちろん Wi-Fi であるとか電源の提供とか、テレワークができるとか、それからいわゆる、コワーキングスペースとしての機能を持たせる、それと、いわゆるスキャニングのようなデジタル化っていう入力の機械、それからプリントアウトとか、まあ、3D プリントアウトですけどね、プリントアウトとか出力する機械、まあ、そういったものを、まあ、逐次揃えています。いきなり全部揃えるのも大変なんですけど、できるだけ逐次必要なものは揃えていくつもりでいます。まあ、そういった中でこの図工室を使って、いわゆる、まあ、この辺で見ると分かりますけどね、メーカースペースを作ろうと。メーカースペースとか、いわゆるファブラボと呼ばれる場所を作りたいなって今思っています。まあ、ただですね、まあ、正直な話、都会の真ん中でやるわけではないので、どれだけのニーズがあるのよっていう意見が実はあります。まあ、3D プリンターとかレーザー加工機とか入れたとしても、それを使う人がどのぐらいいるのっていうことで言われると、うん、確かにっていうのはあるんですが、遠方からね、データだけ送ってもらって出力するってことももちろんできるかなと思っています。まあ、そういうふうにして、少なくとも清里に、ある意味八ヶ岳エリアに、あるいは北杜市に、こういった場所ができる、ファブラボメーカースペースができるっていうことでは、まあ、本当に、まあ、コンパクト、ちっちゃいイメージかもだと思う、ちっちゃいんですけど、まあ、とりあえずそのものを始めてみたいなと思います。で、この部屋も、基本的に、まあ、どういう入館の仕組み、お金の入館料とか、入館料というのかな、その、ドロップインね、ドロップインするお金だとか、月々とか、それから3ヶ月、半年、1年みたいな利用の方法が今考えているんですけど、まあ、そんな風にして、この美術室、まあ、図工室を使おうかなと今思ってます。で、いわゆる 3D プリンターとかレーザー加工機とか、あまりにもなんか 今風で私ついていけないわ的な人もいないわけじゃないんですよね。で、ちょっと今面白いアイデアが出て、いわゆるそのネット通販で、まあ、もう具体的に Amazon の箱がいっぱい余ってるので、段ボール工作したいよねっていう話が実は面白いなと思って出てます。
家に置いとけないですよね、段ボールとかね。少なくとも畳まなきゃいけないし、で、ゴミで出すのも大きいし、でもなんかもったいない感じもあるし、というので、アマゾンで運ばれてきたというか、梱包されてきた段ボールの箱が、この部屋の中にいっぱい入っていて、その段ボールの箱を使っていろんな工作をしよう、みたいなね。そんな図工室のイメージが今ちょっと強くなってきてます。僕も楽しそうなので面白いなと思ってるんですけど。で、そういう段ボールの工作のね、有名な先生も、一つ手に聞いてますので、そういう方のご指導いただきながらということもあるかもしれません。あとは地域の実況作地組んで、その段ボール工作とかに興味がある人、あるいは北斗市、八ヶ岳の周辺で段ボール工作に興味がある人とか出てくるかなと今思っています。そんな風にして、この段ボール工作で一方でメーカースペースとかパブラボをイメージしながら段ボールの工作もあり、もしかしたらね、そうそう、もしかしたらね、いわゆる、電子工作、もっとかっこよく言っちゃうと、今 IoT とか言ってるけど、電子工作とかね、 IoT でこうちっちゃいコンピューターね、ラズベリーパイとか、揺れがあるよね、まあ、そういった、ものを作る工作もいいかなと今思ってます。材料費とかね、もちろんそういったものは必要だし、この 3D プリントとかレーザー加工機は使うにあたっていくらっていう料金を決めようとは思ってるんですが、まあ、そんな風にしてその地域に、あそこに行くと何か面白いことができるとか、あそこに行くと何か作れるよとか、あそこに行くと作り方を教えてくれるんだけどとか、あるいはこんなものを作ったんだけどどうみたいなものができたら面白いなと今思っています。こんなわけで八ヶ岳コモンズの図工室、まあ、将来的にっていうか、あといわゆるメーカーワーキングコモンズと今名前を付けてありましたけど、メーカースペースでありファブラボであり、それから電子工作とか段ボール工作ができるもの作りの場ということで今イメージしています。ぜひいろんなクリエイティブな楽しみながらやろうね。楽しみながらこういうクリエイティブなことをしてきたらなと思ってます。そんな拠点が今清里にできようとしてますので、ちょっと楽しみにしてください。それでは。